じゃあそんな珍しいアンゴホットした方やばすぎないですか。いいじゃん。いやドレスでアンゴホット言ってやばそうしよう、すぐ分かるから。ドレス着てる。ドレス探さないでもアンゴホットを探せば。始まりました、デーモーチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。はい、津田雅宏です。お願いします。お願いします。こんばんは。こんばんは。大丈夫でしょうか、画面が。どうした、ほよちゃん。こんばんは。こんばんは。毎度おなじみですね。ピンクかぶりじゃない、今気づいた。あ、本当だ。本当ですね。これ初めて来たんですよ。あ、本当。今日なんか春先に買ったんですけど、うんうん、なんか暑くなってきちゃって着る機会がなくて初めて。ああ、今暑い。今ちょうど寒くなってきた。ちょうどいい感じになって、よし、おろそうと思って。なんでこんなに寒くなったくらい、逆に遅いのかな。9月ぐらいじゃない、秋って9月ぐらいじゃない。そうですね、でも9月の頭ってまだ暑いじゃないですか。でも10月ですもんね。9月の後半も暑かったでしょ。そうですね、でも突然だって寒くなりますね。うん、突然、ここ1週間本当に突然寒くなりました。風邪ひきましたもん。声変なんですよ、すごい。風邪ひいた。そう、風邪ひいた。そうそうそう、だから俺もだから最近家で長ズボンに、ですね、長ズボンと長袖に、で、あとスーツも、なんていうの、冬物、冬ジャケットを羽織るパターンに変わった。あ、私こたつ出しましたよ、こたつ。あ、こたつ、俺年中こたつ出てる。本当ですか。布団もこたつ、布団、今年片付、片付のめんどくさかったから。真夏もですか。真夏もあったね。やだそれはないですよ、ちょっとめんどくさくない。でもだって夏にあるのって変だし、暑苦しないですか。ここに座るたびにだって、うん、そう、毛布を感じます。でもだからこう、布団を中にこう押し込んでさ、こたつの中に。あ、もう足は入れないっていうか。そうそうそう、足は入れない。やばい、今部屋やばいわ。そういえば洗いましょう、それ絶対洗った方がいいです。洗うのがもう風呂とかには入れないとダメじゃん。風呂の浴槽とかで洗わないと無理でしょ。洗濯機入んないじゃん、あの洗濯。私1個ずつ入れたら入りますよ、普通に。あの毛布と上みたいな、うん、入れれば。いや、もう布団、こたつ布団ってでかくない。でかいけど近くのでかい。近くえ、でも私いつもちゃんとやってます。洗濯機に入る。洗濯機で入れてます。え、それからですよ、コインランドリー行けばいいんですよ。いや、いいよ、コインめんどくさいが。え、去年は洗ったんですか。え、汚くないですか。洗ってない。だから ファブリーズがなんかたまにかける。やだ、絶対やだ、絶対やだ。絶対やだ、絶対やだ。ちゃんと洗った方がいいですよ、本当に。今、だから入ったら、まずあの牛乳パックでさ、リサイクルできるじゃん。はい。それがめっちゃ溜まってるわ。着ることなく。着るのもめんどくさいけど、リサイクルするじゃん。持ってってるとこですか、あのどっかスーパーとか。持ってくじゃん。持ってくから、うんうん、いつか着ろう、そのハサミでこう。あ、持ってくように。持ってく、もう捨てはしないじゃん、うん。再利用できるから、リサイクルしようって思って、その飲んだ後、あ、一応中身パーって洗って、うん、乾かして、そのままみたいな。置いてくじゃん。置いてった牛乳パックが、もうたまりにたまって、絶対やら。靴を置くじゃん。靴を置くときに困るの、この牛乳パックを蹴り飛ばしながら。え、もう超やだ、超やだ、もう本当にやで、それ綺麗にしてください。それを超えると、あの郵便物ってさ、いらないチラシがたまるじゃん。はい。それも一応ゴミじゃないじゃん。あ、資源ゴミってことですか。資源ゴミとして束ねて、うんうん、置く。ある程度たまったら束ねるんだけど、今束ねるのがめんどくさいから、適当にそのワイパーとか。もうなんかならいっそ燃えるゴミにしてた方が私だと思う。だったら燃えるゴミにして入れて、もうちゃんとした方がいいですよ。燃えるゴミの方がいいかもしんないけど、それもめん、燃えるゴミだと、だからゴミ袋にさ、ゴミ袋ってお金かかるじゃん。千葉県、そう。かかります。うちにとかかかります。そうだな。指定だから。指定ゴミ、それに入れないとダメだから、それがかさばって、それを増やすのも嫌だからさ。わかる。なるほど、まあわかりますけど。落ちるために、雑資源ゴミは資源ゴミとして捨てたいから。たまんなくても資源ゴミの日にも出しましょう、それは。そうだね。そうしないといけないんだけど。スーパーに買い物行くときはちゃんともう持ってきましょう。うん、そうしないといけないんだけど、それがめんどくさいの。え、もう明日捨ててください、それ。だから、そう、牛乳パックと、なんていう、そのわけわかんないチラシのところが、だから風呂から上がったチラシをまず結構蹴り飛ばして、蹴り飛ばして、本当に、本当に。そうそうそう、牛乳パック、その牛乳パックが積んであるじゃん。持ってるのがこう靴履いた時にたまに、あの、じゃあ行ってきますの時に出るの、外に。いや、もうじゃあまたそれをバーンっつって家の中に蹴り飛ばして、ね、おい、もうっつって、もういや、いや、もう
もうダメですよ、ちゃんとしてください。やばいっす。だから掃除機をどれだけかけてない、引くぐらいかけてないんだよ。掃除機かけてるんで、最近トイレと風呂はちょっとこすった。掃除するします。掃除機かけんの？まあ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 。お母さんが やるんじゃない？自分がやるの？自分の部屋。あ、自分の部屋は自分でやります。掃除機かけんの？コロコロ。あ、コロコロ、なんかクイックルワイパーみたいなやつ。たまに掃除機はたまにです、うん、うちはどっちかしたらクイックルワイパーして。じゃあ絨毯じゃないってことは。そうですね、フローリングです。掃除機はでもまあたまにかけないと。髪の毛とかがすごいんですよ、私。すごい抜け毛だから髪の毛だらけです。日曜日に掃除します。うちの決まり。日曜日じゃないとダメ。いや別に日曜日じゃなくてもいいけど、日曜日には必ず掃除してみたいな。日曜日予定あったらどうするの？いや、しますします。朝起きて早くするか、帰ってきてやる。あー、そう、一個だから、その俺掃除するってなるともう気合がいるのよ、一個。だから日頃やってないから気合がいるんですって、それは。だから溜め込まないで、今で一回大掃除をして。一回大掃除するともう汚したくないって思うじゃないですか。そうそうそう。だからそう思ったら、もうじゃあ一回大掃除して、次回からはなんか毎週何曜日に掃除しようとか、まあ、2週間に1回くらいでいいと思いますよ。でも2週間に1回だと厳しいですか？結構たまります。じゃあ1週間に1回掃除します。ダメですって。キスターだから、だって俺しか住んでないしさ、俺以外、俺が OK なら OK なわけだ。わかる？いや、いや。いや、それはもう。俺、だから別に友達とかも来ないし。うん、俺はそれでいい。もういつか何かに侵されますよ、絶対。何かに侵されてる。もうダニとかもう、ホコリとかで、もう絶対なんか体に悪影響ですって。たまにこう窓開けてこう風く換気はする。で、その下に舞ってたホコリとかどうするんですか？もうそれが舞い上がるだけですよ、風を。出ても、もう終わりですって、それ。絶対風邪ひきます。風は引くの？ホコリで。引きますよね。花粉症とかそういう、なんていうの、アレルギーとかじゃない？でも風邪ひきますよ、ホコリで多分。引かないってほら。引くってことにしてください。じゃない、掃除しないじゃないですか。じゃあ、やだやだもん。やだ、だから掃除、洗濯の畳むのも面倒くさい。もう干すよ、洗うのは洗うし、毎日入ったら、だで干すじゃん。もうそのままだよ、山になってたら。山からこう靴下とかを。やだ。待ったもんだよね。だったらお母さん遊びに来ないから。もう絶対お母さんに怒られません、それ見られたら。そうだね、そうかもしれない。資源ゴミの回収所。あー、もう回収所に住むってことですか？そうだ、もうすぐ建てる。なるほどなるほど。住む、そうそうそう。今日のゲストは誰？もう一回じゃあ改めて自己紹介。はい、藤田恵里奈です。18歳です。お願いします。そう、だから部屋はめっちゃ綺麗な。めっちゃではないですけど、まあ、その時の精神状態絶対ありますよね、部屋って。思いません？あの、いつも汚いところになるから精神状態。だからなんかトイレとかさ、うん、18歳ですよ。どういうことですか、それ。どっちですか？老けてるってことですか？わかんないけど。若いねってことじゃない？19歳になる年の18歳です。あ、まだ19にはなってない。そうですね、3月までまだまだです。めっちゃ3月じゃん。めっちゃちっちゃい頃ってさ、4月の人と、そう、ほぼ1年違うじゃん。だから能力、頭の差ってあったの？なんていうの、頭の差？何だろう。数学とか小学校1年生とかだと、うん、なんか4月ちっちゃい、もっとちっちゃいことは保育所とか。分かんないですけど、でも私チャリンコ乗れるのもすごい早かったし、そんなに差はないと思う。身長はちっちゃかった。その運動神経じゃなくて、この、なんていうの、頭別にそんな困ったことないですよ。そんなバカじゃなかったです、小学生の頃。普通にできてましたし。あ、ほんと。はい、別に普通にできてました。まあ算数は確かに苦手だったんですけど、うんうん、まあ普通にできてたし、そんな、うん、早生まれだからちょっと勉強苦手だわみたいな感じで。ああ、そうなの。そんな変わんないのね。俺も1月、あ、まあそんな苦労しなかったかな、うんうん、1月だから。遅生まれだから早生まれの人よりちょっと、だって結局もうだって同じことをやってるんだから、うんうんうん、大丈夫ですって。
わかんないですよ、そんなに。あ、ほんと。じゃ掃除も好きだし、ズボラ、ズボラじゃないの、ちゃんときっちりきっちりして。いや、ちゃんと割とズボラですよ、すごい。お母さんに言われるから、掃除するだけ。よし、俺、お母さんとかいて言われたらやんのかな。え、もう怖いです、もう私、お母さん。もうめっちゃ怒られるから、やんなきゃ。え、割とズボラです、私は、結構。え、あそことかやる、こう、カーテンの上のレールとか、レールの上とかってここに溜まったりする。あー、大掃除の時だけです。別にそんな潔癖症とか全然そんなんじゃない、むしろ結構適当な方なんですけど、だから精神状態が出ます、私は。部屋なんか忙しかったりとか疲れてたりとかすると、うん、あの結構あの読んだ本そのまま置いてあったりとかしてるんですけど、だから自分的にちゃんとやろうとか頑張ろうって思ってる時はちゃんと決めます。なんかお笑いやってるのって言われてるんですけど、全然お笑いやってないですけど、なんでそう思うんですか。芸人っぽいのかな。どういうことかな。え、どういうことですか、それって。お笑い別にやってないですよ。お笑いっぽいですか。お笑いっぽいのかな。え、お笑いっぽいですか。わかんない、俺はそんな思わないけど。そうですよね、よかった。お笑いはやってたの。やってたことある。俺はお笑いやってたけど、昔。え、ないです。あ、なんか小学校の頃、なんか出し物なんかお楽しみ会みたいなやるじゃないですか、小学校って。ああ、その時、うん、ですって。出るのかな。あ、出ないな、10月は出ないですね。はい、スーさんは10月は出ないかな。11月にもしかしたら出るかもしれない、うん、10月は出ない。期待してください。じゃあ、鶴さんファンなの多分。そうですね、うんうん、鶴さん忙しいからね、最近。うん、なんで私がお笑いって思われてるのかすごい気になるんですよ。ギャグとかやってたんじゃない、一瞬。なんかツイッターとかでギャグとか載せてるんですよ。やってないです、絶対。絶対やってないですよ、そんな。全身タイツ着てた。いや、そうだ、なんかそんな話をしてたの。たまたま。それを楽しみにしてるんですね。そうかな、うん。最近そうだ、初めてあれだよね、渋谷行ったって言ってたよね。そう、そんな人いる。え、本当にみんなに言われるんですけど、千葉出身、千葉、はい、千葉だよね。で、千葉って近いじゃん。え、そう、全然遠くないんですよ。で、友達とかも普通にひょいひょい行ってるし、うん、行けなくないですよ、全然。ただ別に興味がないから行くかみたいな、行く必要性を感じないですよ、うんうんうん、うん、だから行ったことない。どうだった渋谷、初渋谷は。なんか渋谷に行こうと思って行ったわけじゃなくて、行く用事があったからって行ったんですよ、うん、あ、で、なんかちょっと時間が数時間空いてやることがないから、うん、渋谷どうしようと思って友達に電話しながら、え、待って、なんかどこ行けばいいのみたいな。渋谷だったら、そう、また渋谷行くんだけどみたいな話をしてて、あ、え、でもとりあえずハチ公見てこいよみたいになったから、ハチ公見てこいよ。あ、もうハチ公か、そっかと思って、あの有名なハチ公と思って、うん、ハチ公のところに行って、ハチ公口から降りて、うんうん、ハチ公じゃんって。しかもハチ公のとこに猫がいたんですよ。普通の本当の猫がいた。そう、本物の猫がいて。あんな人多いところに猫いんの。そう、で、なんか多分いつもいるんだと思いますよ。なんか佇まいがめっちゃなだられてました。あ、ハチ公の横に必ずいる猫なの。いや、わかんないですけど、佇まいが。だって慣れてないといないじゃないですか。人に慣れてないとね。で、そう、ハチ公行って、写真撮ったんですよ、ハチ公とツーショット。自撮りしてこうやってパシャッて、で、それを友達に送ったんですよ。で、ハチ公行ったわみたいな。そしたら友達から、いや、ハチ公とツーショットとか外国人だからみたいな。外国人が普通やんないよみたいな。外国人っていうか、まあ、田舎からさ、観光旅行とかで来た人はやるんだな、ハチ公とツーショット。でもやっぱこの辺の人はやらないよって言われて。やらないよね。あー、そっかって思って。猫もいたんだ。猫もいたんだ。猫ちゃんも一緒に入れて。猫ってさ、渋谷人多いしさ、危なくないのかな、うん、車も多いじゃん。やっぱ慣れてるんですよ、多分そこら辺に住み着いてるんだと思いますよ。餌とかもみんなもらえる。それじゃないですか、あげてる人がいるんですよ。猫派、犬派。犬派です。猫も好きですけど、動物好きですけど。白熊になってる。こんばんは、バクさん。こんばんは。白熊になってる。お笑い好きそうってなってる。いや、お笑いは結構好きです。私見に行って、この間もなんか見に行ったし、夏。お笑い誰好きなの？今なんかキングオブコントやってたじゃん。キングオブコントはなんか課題出て、課題垂れ流せだったんであんま見てないんですけど。何が好きかな。あ、私コントより漫才とか。あ、でも、あ、陣内さんが好きです。ああ、面白いよね。
陣内、裏陣内もいるでしょ、だってあのあれを作るクリエイターの人、あの人もすごいよね。すごいですよね、映像をさ作る人。あの私昔の方が好きだったんですよ、お笑い。あのレッドカーペットとか分かります？エンタとか一緒じゃないですか、毎週。それをすごい見てた。わら金とかじゃない？そうです、笑いの金メダルとか。だからそれを見てたんで、最近全然分かんないんですよ。レッドカーペットの時は誰だ、なんかすごいブレイク、レッドカーペット芸人がいたりしたよね。あ、クールポコとか。そうそうそう、レッドカーペットはなんかクールポコのイメージが。ショートでネタやる人もいっぱい出てたんだよね。うんうんうん、誰だかな。今なかなかね大変だよね、お笑いの人も。ああいう番組ないし、一発で消えてくし。でキングオブコントだってさ、チャンピオンになってもさ、カモメンタルさんとかってね、もっとバーンってしてもいいのに、うん、そうそうそう。なんで私すごいお笑い振られてるんですか。ヤックンもいたね、ヤックンね。あーあー、あれだ、なんかスケバみたいな。そう、あの人亡くなったっですよね。クールポコは好きじゃない。クールポコは、まあ好き、別に。その時誰好きだった、じゃあお笑い。え、その時誰だろう、うん、あの、惚れてまうやろうの人。惚れてまうやろう、惚れてまうやろう。あー、ダブルエンジンだ。あ、すごい、ダブルエンジンだっけ、合ってる。多分そうだと思います。あの、ボケの人はなんかさ、あの、なんだっけ、あの、うっちゃんのさ、番組によく出てるよね。なんだっけ、Q さんだ。何あれ、なんていう番組、日テレの。わかんないな。うっちゃん司会で、妹がさ、登山とかする。あ、わかった、わかった、イッテQだ。それだ。イッテQで出てるよね。なんで私すっごいお笑い振られてるの。やってほしいんだ。これ やる方がいいのがいいですか。いや、わかんないけど、やりたかったらやればいい。いや、大丈夫です。そういう路線目指せない。ああ、U字工事か。U字工事面白いですよね。U字工事も面白い。なんか好感持ってるよね。うん、あとあれだ、ごめんね、ごめんねだね。吉田サラダ、わかんない、わかんない、なんか違うかっていう人が好きです、私。なんかすごいおデブちゃんで、ふくよかな方なんですけど、うん、男の人なんですけど、なんかセーラー服してる、なんか多分ペアじゃないよ、コンビなんですけど。違うかっていう、なんか自分で言って自分で突っ込むみたいな。あ、なんかでも顔は出てこないな、なんとなくネタは知ってる。その人とか好きでしたけど、綾部さんニューヨーク行っちゃったね。え、知らないです。そうなんですか、食レポ。綾部さんはなんか今、又吉さんはあの小説で成功したじゃん。 で自分もなんかこう、これじゃダメだっつってアメリカで有名になってやるみたいな感じで、え、何しに行ったんですか。留学して、留学っていうか、ちょっと勉強しに行ったんですか。アメリカで俳優としてやるんじゃない、俳優として有名になりたいみたいな。そうそう、だからあれじゃない、やっぱ相方コンビが売れちゃうと、まあ、やっぱ悔しいんでしょうね、多分。あやぶさんはあやぶさんですごい面白い人だったじゃん、うん、キャラもしっかりしてるし、うん、そういう野望で、じゃあ行って、行ってやるみたいな、行ってくればみたいな。で、吉本じゃないですか。そうですね、綾部さんって、うんうん、吉本って今、いろんな各都道府県とか世界に住みます芸人ってあるの知らない？知らない。各都道府県に吉本の芸人さんがその県を盛り上げようって活躍してるの。ああ、そうなの、その県専門みたいな感じですか。そこに住んで、ずっと住んで、そこでお笑い活動をやってくるみたいな、住みます芸人っていうのがあるんだけど、だからそれ、あの、綾部さんは普通に行っちゃったけど、何も契約なく、そういう住みますと関係なく、うまいこと話して住みます芸人として行った方がお金ももらえてよかったんじゃないかって、それを、なるほど、言われてるわけですね。ナインティナインの岡村隆史さんが言ってた、ラジオで言ってた。あ、そうそうそう、だからそういうのをうまくやればよかったのに、あいつ失敗したなって。何もな、知名度ないからさ、アメリカでは。そうですね、そっからスタートなんですね。そう、だから、知らなかった全然。そう、そっから売れるのってなかなか大変じゃん、お金もないしさ。だったらその吉本から住みます芸人としてやってた方がいいと思うんですよね。どう思う、筋肉、中山筋肉もあったらダメだったよ、ダメだったらどうなの、うまくいったの、英語喋れないし、そんなうまいこといくのかな。まあでも自分の刺激にはなると思う。ああ、ダメでもいいやって感じ、うん、し、なんか行ったことによっ
って、なんかまあ度胸っていうか、あれもあるだろうし、いいんじゃないですか。だって行っちゃえば英語なんてなんとかなるし、多少多分喋れるようになるじゃないですか。英語喋れたからってでも売れれるわけではないじゃない、ね、だけどまあいいんじゃないですか。絶対いい経験にはなるじゃないですか、なんでも。だからまあまあまあ俳優やる、やる上では役者としてはやっぱプラスにもなるし、うん、いいと思います。あの人と結婚してなかったよね。まあ、結婚してないと思う。したらまた話は別なんで。あんまりそうです。あんまりこれほどいけないじゃないですか。結婚とかしてたらまた話は別な、うん、相手もいないし、今やれる時、うん、今がチャンスみたいな感じにいかないですか。なんかコント、今キングコント見てない。見てないですね。垂れ流してました、すごい。あ、お笑いはその、そういうコンテストはあんま好きじゃないの。 M1 だって。好きなんですけど、なんか見れなかったんですよ。本当課題をやってたんですよ、本当ピンポイントに。で、録画とかしておいて、後から見たりみたいな。録画がないんですよ。あ、そうなの。録画するものがないから、リアルタイムで見るしかない。ドラマとかも見たいのは 見たい時間に。そうですね、見るしかない。え、どうしても見たいのとかだったら、友達に、ちょっとやりたいって。やりたいって言ってたの。ああ。それで成り立つの？成り立つんですよ。どうしても見たい番組とか、な、そうなんだ。まあ、でもそんなにテレビを見る時間ないんですよ、私。テレビを見ようとも思わない。見ようと思わないわけじゃないけど、テレビを見てる時間がそんなに。帰ったらとりあえずつけてありますよね。あ、だから帰ったらとりあえずつけてますけど、うん、あの、やってるものを見るみたいな。あ、どうしても見たいドラマとかあるときは、だからちゃんとその前もって友達に行くとか。そんなのわざわざ撮ってくれる友達がいいんだ。います、います。優しいね。その DVD のあれだけ渡ってくる。あ、そうです、そうです。ああ、レンタル料みたいな感じ、いくらみたいな感じで、そういうのはない。特にないです。ああ、優しいね。見ないっつって。BS とかも見ない。あ、普通にケーブルは見ますね。ケーブルテレビ、あ、ケーブルテレビ通してるの。はい。超マニアックな番組多くない、ケーブルテレビ。ケーブル、そうですね、ケーブル、だからあの海外ドラマとかは見ます、結構。何見てるの、海外ドラマ。今何見てるかな。またビバヒルやってるんで、またビバヒル見てます、ね。ビバリーヒルズ白書。そうですね。高校白書今やってます。高校白書。はい。あれ、こうどんどん成長していくの。高校。そうです。高校から高校白書から青春白書になるんですけど、結構多分ずっとやってますよね。なんかいろんな人と付き合うんだよね。そうです。そう、あの、その中で。友達同士がなんかそういうイメージしかないんだけど。そう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 、そんな感じです。で、あとなんか普通に向こうだからなんか麻薬の問題とか、まあ普通に面白いです。美人だしみんな。あとは NCIS とか、うん、ボーンズとか、あ、ウォーキングデッドとか。ウォーキングデッド俺シーズン1だけ見たわ。なんか結構長いですよ。今6ぐらいまで、なんかアメトークでやってたけど、なんか6ぐらいまでやってるんですよ。すっごい長いですね。だからだんだんめんどくさくなってきた。全部見たの。いや、俺なんかシーズン1のめっちゃいい面白いところで終わって、今 2,3 家にあんのに見てないですか。見てない。シーズン何が面白いとかあんの。でもまだだって未だに謎が解明されてないみたいな、なんでこうなったのかわからないみたいな感じだから、ずっとそれやってるだけじゃないですか、あれって。わかりますよ。なんかずっと追われて逃げて、なんか派閥があってみたいな。その中でのその人間ドラマが面白かったりするんじゃないですか。まあそうですね、まあそんな感じですよね。まあでも、なんだろうな、もう終わっちゃったけど、プリズムブレイクとかみたいなのやったこと。ああ、プリズム、刑務所から出す。あれ面白かったですね。プリズムブレイクの方が面白いな。面白いです。プリズンブレイクはシーズン 何まである？ 2 じゃないですか。2で終わっ、もう完全に完結。うん、そうです。プリズンブレイク 2か分かんないけど、なんか1回言っていいのかな、なんかまあでも、2、大きく分けて2って感じです。なんかもうシーズン X、多分でも2だと思います。もう流行ったもんね。はい。これはもう普通に、もう完全に完結しました。悪い人なの、脱出するってことはもともといい人なのに捕まっちゃうみたいな。そうです。なんかお兄ちゃんがなんか捕まっちゃうんですよ、殺人犯かなかなんかで。もう死刑って決まったんですよ、兄ちゃんが。兄ちゃんが殺人犯で。そう、でも絶対違うんですよ、兄ちゃん本当に絶対やってなくて、うん、だからで、弟がすっごい賢いんですよ、うん、だから弟があのわざと銀行強盗に入って、盗んでないんですよ、銃を発砲して捕まるじゃないですか、絶対、うん、で捕まってお兄ちゃんを脱出させるためのやつなんです。
はあはあ、あの弟がすっごい賢くて、兄ちゃんはあんま賢くない。兄ちゃん別に普通バカではないけど普通。その 兄ちゃんを助けるために脱獄する。そう、わざと自分も一回捕まって同じ刑務所に行かせてくれって言って、まあ、一番厳しいって言われてる刑務所の人とかが、うん、だってあのそれこそ死刑囚とかが入るよ、ね、うん、でわざとそこにただ発砲しただけだから本当はそこに行かないけどそうさせてくれって言って、うん、で脱出、うまいこと脱出できる。その脱出するだけの話で十何話とかもあるの？あります、あります。で もうそっからが大変なんですよ。脱出してからだってどうなるのって話じゃないですか。逃げ切らなきゃいけないわけだから、だからその時もあるんですよ。脱出してからもあるんです。シーズン1では脱出まではいなくて、そういうわけじゃない。多分そう、脱出しきるところまでは描かれるはず。なんかその見てる人は 無罪だから頑張れ頑張れって思う。頑張れ頑張れって、はい、出ろ出てって思いながらドキドキしながら。24は24は、いやなんかでも昔なんですよ、夏の記憶としては。昔だね。しかもその頃はなんかそんなに見てなかったっていうか、母がすごい見てた。24からでしょ多分海外とかも。多分そうだと思いますよ、うん、で今ウォーキングデッドと何とかオブスローンとゲームオブスローン知らない。それは私分かんないです。なんかこう6つの大陸に分かれたところがなんか話みたいな。全然わかんない。そういうのをやってるんだ。それもなんか全部見ようみたいな。なんだけど名前がわかんないな。日本ならやっぱ面白いの。あ、なんかよくできてるなと思います。あの話が壮大っていうか、やっぱシーズンすごい続くじゃないですか海外のって。でも逆に取れな視聴率取れなかったらすぐ終わっちゃうよね。そうですね、無理やり終わらせたりする、うんうん、でもまあ面白いですよね。日本のよりはなんかよくできてるなって思います。あ、なんか日本のって、うん、なんかそんなに深くはないじゃないですか。その人間関係とか。とかなんか割と分かりやすい話だけど、海外ドラマはその分かりやすい話は少ないし、なんかむしろどっちかって面倒くさいと思うんですね私は。面白いけどもうダラ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 続くからまあダメかなみたいな。あ、海外ドラマ面白いから見るんですけど、それでなんか面倒くさくなって見なくなっちゃうのすごいありますね。完結してみたいけど、うん、なんかもういいやみたいな。ボギーフルーツとかそんな感じです。途中まで見たけど、なんかあーもういいやって。シーズンどれくらいまで見た？今それ6でしょ、どこかわかんないな。なんかあの言っていいのかな。難しいねこういう話ね。言っていいのかな。いいですかね。あのなんかあの男の子いるじゃないですか。どうしか見た。わかんない。どの子だろう。俺1しか見てないかな。男の子いるんですけど、うん、そのお母さんもいるんですけど、お母さんが子供産むとかまでのシーンでしたね。男の子のもう一人男の子まで子供が妹かな、多分女の子ですけど、妹ができるとこで多分終わるんですよ、うん、産み切ってで、そこまでしか見てないですみたいな、うん、だから結局まだ分かってないの、なんでみんなゾンビになるんだろう。そう、まだ分かってないんですよ、なんでこういう風になってるのか分かってない、外れてまだ。だったら2時間とかの方、映画とかの方が面白い。そうですね、分かりやすいっていうか。昔のドラマとか見ないの？よくですか？なんか俺最近見て面白い、2話だけ見たんだけど、うん、エイジ35って知らない？知らないです。チャラチャチャチャっていうツンクの言い訳のドラマなんだけど、わかんない。寂しい夜は、ツンクのその歌も知らない？知らない。ごめんだ、寂しい夜は知らない。いツンクが、あの今ガンで喋れないけど、うん、その前は歌手として、あ、そうですよね。シャランキューは知ってる？それは知ってます。シャランキューの歌って何知ってるか。シャランキューの歌知らない？わかんないと思う。聞けばわかるってなるかもしれないですけど、知らないですね。タラッタッタッタは知らない？いや、わかんない。寂しい夜はごめんだって。わかんないです。寂しい夜はつまんない。知らない。知らない。エイジ35もじゃあ知らないんだ。知らないです。今、俺どんな話か知らない。昼顔ってあったじゃん。あー、多分あんな感じだったと思う。俺昼顔がどんな話か見てないからわかんないけど、昼顔は私もそんな見てないんですけど、不倫の話ですよね。そうそう、だからエイジ35、1話がもう2話しか見てないんだけど、うん、1話がなんかね、まず瀬戸朝香がいるんだ。はい、瀬戸朝香で中井貴一なの主役なの。あー、ミキプルーンの。ミキプルーン中井貴一さんが中井貴一さんがいて、中井貴一さんの奥さん役に、あのテイク2のさ、深澤いるじゃん、東じゃない方。分からん。
田中さん なんていう人の今奥さんなんだけど、うん、すごい綺麗な人なんがいるの、うん、で子供2人いるのね、うん、でそこの仕事場にその不倫相手である瀬戸朝香と出会うんだけど、うん、なんかそのすごい怖がってる、そうです、中井貴一が勤めてるビルのところにすごい綺麗な若い秘書がいる、綺麗な秘書、はい、美人秘書、うん、美人な秘書が、その人のあの会社ってさ、こうパスみたいなのあるんですよ、名札かな、名札みたいな、それを落としたのを拾ったのが瀬戸朝香だ、うん、で瀬戸朝香は多分そのパスとか顔を見ていいな、この人いいなって思ったのか知んないけど、そのなんとかなんとか部署の中井貴一さんみたいなことを言って、うん、あ、僕ですみたいなことを取り合って、うんうん、そっからこう、そのそういう出会いから不倫が始まって、うん、受け流していいんだけど、でその1話の衝撃だけ聞いて、うん、はい、で始まって不倫の関係なの、はい、でもその奥さんはめっちゃ中井貴一の不倫なんか許せませんみたいな、もう幸せそうなんだよ家庭では、でも裏では不倫してて、でこれもうダメだ、この不倫はもう良くないっつって、中井貴一は1話でやめにしよう、もう会わないでおこうみたいなことを、え、あ、うん、1話でだよ、ああ、そういうことか、あの、もう不倫相手とは、うん、もう会うのやめようって、瀬戸朝香さん、はいはい、綺麗で可愛い、こんな女捨てるのもったいないけど、もう家庭があるし、やめようって、可愛い子供がいるからやめようっつって、うんうんうん、終わろうとしたんだけど、で、次会社に出会った時に、でもうやめにしようって言おうとした時に子供ができたの、そっから、そこで1話終わる、嘘でしょ、嘘でしょ、え、あー、そうそうそう、なるほど、そう、え、もう不倫相手とってことですね、そうそう、不倫相手が子供ができたの、だそこから始まるのよ、あー厳しい、だから1話の衝撃たりが、1話からもうやばい、1話から、あ、こっからどうなるかみたいな、そうそうこっからどうなんのみたいな、なるほど、で2話で今度その奥さんはちょっと悩むわけじゃん、うんうんうん、2話で今度椎名桔平っていうもう一人の奥さんに相手が、男が出てくるの、昔の幼なじみが、いやもう複雑すぎてそれはちょっとめんどくさいかもしれないでも、まあ、見れば面白いですよね、そうだからそれちょっと、だからもう2話だけ見たけど3話4話で昔のそのなんかやってたやつとか、あのアニメとか追いつきたいとか、うん、早く見たいって時2倍速とか3倍速で見てます、ああ、なんかトロトロッつって、でもだってね、2倍速で見れば2話しか見れないのが4話見れるじゃないですか、同じ時間で、うん、これいつも最大 3.5 倍くらいまでかな、私見れてみます、バーって喋るんだよね、そうだから、あれみたいな、でも間合いとかもないですけど、伝わるのは伝わる、伝わるってか話は全然わかるんで、いつも3倍速とか、そのなんかシーンとかでさ、うん、カットとかでなんかこう見せたりする沈黙があったりするじゃん、あ、そうだからそれもその3倍速なりの沈黙それで普通くらい、あ、だけどでも便利じゃないですか、便利っちゃ便利だね、やった方がいいです、でもなんかこう見ちゃいたいけど終わっちゃったら寂しくなんない、ドラマとかって、あ、わかります、なんか楽しみなくなったしみたいな、うんうんうん、超わかります、それはだから見たいけど終わっちゃうのもやだ、だから見たいのは見たいのよ、うん、うん、で、あともう一個さ、昔のドラマでハローアゲインってさ、マイリトルラバーの歌わかんない、わかんない、また俺の下手な歌、わかんないですね、どうぞどうぞ、古いから、どうぞ、記憶の中でずっと、あ、知ってます、それってドラマの主題歌だったんだよ、あー、はい、でもそのドラマは、なんかの漫画の原作のパクってたの、ん、もう一回言ってください、ん、そのドラマは、漫画の原作をパクってたの、パクってたの、あ、そのなんかそれが原作ですっていうわけではなくて、勝手にパクってた、あ、このストーリーはこれだってなってから、もう DVD とか出てないのよ、あ、パクってるからって、そっかそっかそっか、その歌がめちゃめちゃ好きなの、いい歌じゃん、あの歌、そうですね、だそのドラマも見たいんだけどドラマがないっていう、あ、もう見れないってことか、だってどこ探してもないの、そりゃそうですよね、うん、なんていうドラマかも覚えてない、それも確かセットアンカーで、なるほどなるほど、うん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 、主題歌が好きだから見たいけどね、え、じゃあ何世代好きなドラマ、俺一つ屋根の下にいますね、ちっちゃい頃見たドラマって、ドラマ、あ、小さい頃見た、あ、メイちゃんの執事とか、メイちゃんの執事、プロポーズ大作戦とか、それがメイちゃんの執事を俺知らないわけ、私小学校です、でもそれメイちゃんの執事は、あ、はいはいはい、花より団子だ、花壇花壇、あ、それを見た世代だ、その世代だ、
でも私はベイちゃんの羊とプロポーズ大作戦が好きかな、昔のドラマで。プロポーズ大作戦はヤマピーの、ヤマピーでモンパチの歌が流れてたやつ。モンパチの歌どうだった？広い宇宙。違いますよ。絶対違いますよ。プロポーズ大作戦だから、あの三上博史がなんか神様みたいな。え？桑田ですよ、桑田、桑田さん。オーベイベーオーベイベーみたいな途中の挿入歌で流れてない。わかんないです、そこまで覚えてないですけど。あれ俺ずっとなんかドラマのこの時はこんな時だ、高校生の自分に戻る話でしょ。あ、そうです、そうです。高校生の時にそれが流行ってたのがモンパチが流行ってたって言ってた。あ、そうなんだ。それ本当に好きなの？好きですよ、もう覚えてないですもん。だってでも覚えてますよ、結末とかちゃんと覚えてますもん。俺も多分プロポーズ大作戦を見たな。え、めいちゃんの執事は、めいちゃんの出自は全く見てない。誰なの主役は？A 倉奈々と佐藤健と水島ひろ。水島、うん、A 倉奈々、水島ひろ、佐藤健って感じ。この話。三角関係の話。あ、なんかめいちゃんが普通のなんか田舎町の高校生なんですよ、普通に最初。あ、それ原作あれなんですけど、漫画なんですけど。うん、で、うどん屋かなんかやってるんですよ。うんうんうん、で、佐藤健も、うん、幼馴染みたいな、で普通に当たり前のように広告やってるんですけど、うん、ある日なんかうどん屋が火事かなんかでなんかとりあえず亡くなるんですよ、うん、お母さんとお父さんも死んじゃった、うん、親戚もいない。あ、めいちゃん一人になっちゃった。めいちゃん、あ、もうどうしようって思ってたら、実はめっちゃ金持ちの孫なんですよ。お父さんかなんかが本当はなんかでなんか縁切ったみたいな感じで、でなんかおじいちゃんに引き取られるんですけど、うんうんうん、もう超金持ちだから、うんうん、なんか学校、高校も転校して、うん、超金持ち の、うん、あのね、あの高校に行くんですけど、うんうん、ちょっと一人に対して一人羊がつくんですよ。それが水島ひろ。はぁ、なんですね。なるほど。じゃああの羊誰だって佐藤健から来たらってなる。で、で、なんか水島ひろは超有名っていうか、その羊界の中でもなんかランクがあるんですよ。できる羊、そう、 B ランク、A ランクみたいな、うん、S ランクまで超すごい。なんか田舎者がもうこのセレブの世界なんて知らない仲間がなんでちょっとついてるんですよ、みたいな、いじめられるんですよ。ああ、 A 倉奈々がいじめられるんだ。で、なんかそういう感じの話で、でも実はその佐藤健と水島ひろ兄弟なんですよ。おーみたいな。で、両方なんか A 倉奈々は水島、 A 倉奈々と水島ひろはまあ両思いですけど、うん、佐藤健も A 倉奈々好きみたいな、うん、まあそういう感じです。でも兄弟だからみたいな。うん、てか、うん、うん、まあ面白いですよ、普通に。まあ子供っぽいっちゃ子供っぽいですけどね、もちろん、うん、ありえない設定だし、うん、でも小学生だったし、それ見せたのが、うん、結構すっごい楽しみです。花より団子も、あの小学生だった、小中だと思いますね。それで一時期私好きだったんですよ、すごい。松潤派だったんで、じゃあ F4 の中でも。いや、花沢類ですけど、でもなんか最初だから、そのあ、松潤かっこいいなって思って。花沢類は誰？小栗旬。小栗旬、あー、あのプールの感じ、うん、で、なんか松潤、あ、かっこいいな、この人、なんの人だろう、あ、嵐かと思って、桜井翔が好きでした、ずっと。じゃあ、あそこ行ったの？恵比寿のさ、ロケ地。あ、行ってないです、別に。あの、ガーデンプレイスで告白したよね。そうですよね。いつも思うのよ、ガーデンプレイス。あ、ここだなって。あ、ここ、あの、花より団子の。全然行ってないですね。牧野しずくと抱き合ったみたいな。なんかそこまで、尽くしだし。尽くしたんですよ、尽くし。で、あ、でも全然そんなミーハー心はないです。あ、ほんま、あ、だって渋谷にも行ったことがなかった女がそんなことしないです。恵比寿のガーデンプレイでも行かない。ないですね。どんな、結局だからあれもな、しょぼいやつがこうな成り上がっていくみたいな感じでしょ。あ、そうです、あれもそうですね。牧野つくしが、まあしょぼいやつがそう成り上がっていく。しょぼいけど、あれどうなの、最であの、ま、松潤と恋してみたいな話だよね。そうですね。でもな、シーズン結構いっぱいあったでしょ。だってリターンズとかどうのこうの。だってあれですよね、多分、うん、一回だっ、うん、キッズ王も見てない。あ、キッズ王だけなんですね。見てますよ。それも見てたの。そこでブレイクして、その花より団子で再ブレイク、さらにブレイクみたいな感じ、ね、そうですね、そんな感じですよね。あの、なんだっけ、井上、まあ、井上さん、私めっちゃキッズを見てましたよ。俺キッズを逆に見てなかった。花より団子はちょっと見てたけど。あとは
つごじゃないけど、つごちゃんとか見てましたし、もう覚えてないですけど、つごちゃんはあれ、あの岡江久美子ね。あ、そうですそうです。あ、それは俺も見てたよ。あのお金ないからさ、部屋2つ借りてんのね、隣同士でマンション。あれ面白かったよね。でもあれ私多分小1とか小2とか、なんか全然覚えてない。でも小2小それオンタイムじゃないよね。多分再放送をやってるんじゃない、じゃあ、つごちゃんの。え、オンタイムですよ。小2小3残る。俺も見てたよ、いつもちゃん。内容はあんま覚えてないけど、なんか私も覚えてないけど、この岡江久美子さんがいいお母さんだなとか、で、あの人はいいお父さんだな、うんうんうん、なんか、あの、わちゃわちゃやってて楽しそうだなって、からなって、あ、なんかこういう、ベランダからこう行き来したりするの楽しそうだなみたいなね、うん、すごい思い出したいのがあるんですけど、全然出てこないんですよね、タイトルが。もっと昔のやつ見てたの。北の国から見てない。見てないですね。北の国からもいいよ、家族愛。超昔のだとやっぱり猫が好きとか見てました。片桐入ったから。やっぱり猫が好き、俺逆に好き。だって私多分生まれたく生まれてないくらいの。やっぱり猫が好き。なんか母が好きで、なんかそこに蹴られてたんで。猫の話だ。いや、犬より猫や好きだわみたいな話。なんか3人姉妹かな、うん、3人姉妹で住んでる、なんか日常描くとか、猫は住んでるだけ、猫を飼ってるだけみたいな。別に題名が猫だけど、そんな、うん、まあそんな覚えてないんですけど、別に猫の話ではなかった。プロポーズ大作戦と、なんだっけ、メイちゃんですね。恋愛だ、女の子は恋愛だ。あ、私そんなにドラマは見てないですね。でも、再度見たいとは思って、なんか借りてみようって、なんかあの時思い出そうって思ってみるのは、なんかケーブルとかでたまにやってるじゃないですか、昔のやつって、うんうんうん、そうするとまあ見ますよね、やっぱなんとなく、あ、やってんじゃんみたいな。でもう一回1話見たらもう一回初めから見たい、見たい。最初のバブル期、そうですって、なんか母が好きなんですもんね。バブル期の話ね。やってたってことじゃないですか。あ、バブル期の話なのかな。うんうんうん、猫が好きシリーズって最初バブルって。東京ラブストーリーは知らない。知らないです。カンチンの話。あ、死にませんですか、それ違いますか。それ101回目のプロポーズ。あ、そっか。あ、もうダメだね、おっさんだね。こういう話すると、あ、俺って年だなって思うね。そこで噛み合わないっていう。101回目のプロポーズじゃんそれって。そう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 、うん、エンディングのバブル期の話。うん、バブル期は分かんない。バブル期のなんか、バブル期ってなんかトレンディードラマとかの、はい、東京ラブストーリーってあれまだバブルなのかな。東京ラブストーリーは多分面白い、面白い、いや古いなって思うのかな。でも俺そのエイジ35を見て、なんか時代とかそのファッションとか古いじゃん、うんうん、古いけど見れたけどね、うん、ダブル朝の時代、朝のダブル朝野 の朝野の一人が主役じゃん、武田鉄矢の最初、うんうん、あの人、浅野篤子さん、どっちが優子か、浅野篤子さんが主役で。なるほど、全然わかんないですね。興味もないし、ちょっと、いや、うん、東京ラブストーリーは面白いよ。見た方がいいですか。俺はなんか面白かったけど、なんかキュンキュンするっていうか、うん、鈴木保奈美さんもっと頑張れよ、もっとそっち行けよって、織田裕二、鈴木花美のとこ行けよみたいな思う。あ、じゃあやっぱこう、うん、ラブストーリー言ってるだけであってラブなんですね、すごい。そうなんかあの鈴木花美の喋り方がなんか独特なのよ。へえ。なんかそれがめちゃめちゃ可愛いの、なんかセリフの言い回しとか、なんかすげえすげえ可愛い。なんかちょっと見てみようかな、なんか一話だけでもいいから見てみようかな。最初はどうなんだろうな、最初は。でもアイランって最初面白くないんですよね。2、3話で面白くなりません、ね、大体。そう、ベターな入りだった気がする、なんか、うん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 。その、それも、あの、うん、あの原作がサイモン・フミ。わかんない。漫画描いてる人なんだけど。へー。で、その H35 もその人なんだ。その女の人。なるほど。だからその人が多分。ドラマか、でもやっぱドラマ私はもう基本見ないですね。昔の子供の頃見てたアニメとかも見てた。子供の頃のアニメは何？なんかね、お邪魔女ドレミちゃんとか、あとは、あ、そう、さっきなんか話しましたけど、ポノパフガールとか見てたんですよ。あと、なんだろう、
あと、りょうさん、こち亀。こち亀終わったけど。とか、もう昔やってたやつとか。俺も見てたよ、こち亀。面白いですよね。面白い、1話完結だしさ。そう。あんな破天荒な人いないじゃん。コナンとか、なんかリアルタイムで見たことないんですよ、コナン。なんかケーブルテレビでやってるからとりあえず見てる。うん、だから全然心の声が変わってからとか見てないですもん。あ、心の声が変わったの？あ、変わり、全然違うんですよ。変わったんですけど。うん、そうね。で、コナンその世代なんだね。いや、でもアニメってさ、見なくても良くない？なんか、わかる？え？なんかこう、ドラマとかって感動したり、いや、なんか道徳感とかを、いや、いや、そう、いや、アニメだって別に道徳感養えるじゃないですか。りょうさんは？りょうさんある、そういうの、なんかりょうさん見て泣いたとか。泣いた？泣いたはないかもしれないですけど、りょうさん見て、面白いな、面白い、うん、学ぶことが、あ、確かにね、りょうさん、確かにそう言われると、りょうさん、でもそれがいいんだけどね、ジャンプでさ、でたまにジャンプ手に取ったらりょうつだけを見るもんね。だって、そんなりょうさんにそんな道徳心とか求めてないじゃないですか。怖さしすぎます。ビーナスデカとか意味わかんないし出てくるし、あまあいいんですよ、娯楽です、あれは。とあの、りょうさん好き、りょうさんが好きは好きなの、ああいう男が好き。いや、いや、ああいう男が好き、だって掃除しないとか嫌ですもん。それ俺りょうさんは知らないけど、だってりょうさんだって結構ズボラな感じじゃないですか。別にそういう男が好きなわけじゃないですよ、そういう男、うん、あ、なんかわかんないけど、トラさんとかああいう自由な感じ、りょうさんも割と自由な感じ。別に、いや、ダメだなって思う。ダメだな、大人としてダメだなって思う。うん、あ、じゃあ女の人はああいうのなんないの？例えば、あの蛍の光だっけ、あの、あー、ズボラな、うんうん、いや、なると思いますよ。なると、いや、いますよ、絶対。いや、私もどっちかって言ったらそっち派ですよ。ただ、後々なんか回ってくるのが嫌だから、やっとこうみたいなのだけで、だって私別に家にいて一人だったらなんかお腹空いててももう面倒いから寝ようとか思ってる。ああ、俺もそうだ、休み特に。だから普通に、だって全然アウトドア派じゃないし、うん、寝てるし普通に休みの時とか、だから全然そういうどっちかだったら本質的には絶対量産タイプです、私。だけど、だって結果的にやらなきゃいけないことが巡ってくるし、部屋がめっちゃ汚くなってから掃除するのが面倒くさいから仕方なくやってるわけです。面倒くさいけど、入れる、だから一人分、お母さんにやれって言われるからでしょ、掃除をするのは。いや、そうだけど、でもそ結果として小さい頃から言われてたから、もう自分でやる。俺も掃除 しなさいとか、片付けなさいはよく言われてたけど、うん、だからもうそれがもう癖になってるっていうか、もうなんかやらなきゃっていう気持ち、もうある程度まで汚れると、もうさすがに掃除しなきゃまずいかなって思います、だから、普通に自分で。多分あれですよ、暗示。言われ続けてたから、自分の中で今度は思うから掃除もするし、あれなんでしょ、朝弁当作ってんだよね。そう、今朝弁当偉いよね。でもなんか最初はちゃんとお弁当箱に詰めていろいろ作ってたんですけど、うん、まあ、前日のやつとかも入れたりとかして、でも帰ってきてお弁当箱洗うのが本当に嫌で、お母さんが作ってくれてもそうなんですけど、それがめんどくさいから最近おにぎりとかサンドイッチとかそんなの。あ、そう、弁当箱を使わなくていい。そう、なんかラップとかペッてすればいいよね。あー、そうだね。なんかお弁当箱洗うのが本当にめんどくさい。あれ、つけ置きしとかないとさ、油汚れってさ、落ちないからね、うん、さっと、ね、さっと洗っても落ちないじゃん。でもやっぱ、ちょっとつけて置いとくと、もうやりたくないじゃないですか、他のことやって、うん、私、家に帰って座ったら何もしたくないんですよ。だから座る前に全てのことを終わらせたい。あ、でも俺その理論だと言ったら俺座れないよ。どういうことですか？掃除することが多すぎて、例えば家に座る前にやんなきゃいけなかったりするじゃん、うん、座れない。だからそうなんだよね、だからその状態までしたのが悪いじゃないですか。そうだから座ったら終わりなの分かんない、うん、座ったら終わりだけど座っちゃうの分かる、分かりますよ。座って冷えたビールを取って飲んだらもう終わりなの。終わりですね、それは終わりですよ多分。だからもう座るのはもう、ね、いつ寝てもいいって時に座るっていうか、まあ、ご飯食べる時は座るじゃないですか、だって座る。だから私はいつも家帰ってもう一番にお風呂入ります。
一番にお風呂入って、でお弁当つけてあるんで洗って、で洗濯して干してご飯作って、で食べるじゃないですか。でその時に座ります。座るまでにめっちゃ時間かかるんだね。そうですね。風呂入って、でも俺も最近は先風呂だね、うんうん、風呂だ。俺だからあえてビール冷やさないのよ。冷やさないで、その風呂入ってる間に冷凍庫に入れといて、40分ぐらい経てば大体いい具合に冷えるから、それで風呂でご飯。だってもうダメですよね、一回座ったらお風呂入りたくなってないですか。ない。なんかだから朝になっちゃったりする。そう、私結構朝風呂派だったんですけど、うんうん、夏は俺も朝風呂だった。でも夏はもう帰ってきても入るし、朝も入りたいんで。だ朝風呂のいいところは、例えばあの寝るじゃん、うん、あ夜風呂入って寝るじゃん、はいはい、で起きたら寝癖とかめっちゃついてんじゃん。そうなんですよ。結局なんか濡らさないかったり、シャワーで濡らさなきゃいけないから、うん、その手間考えると朝の方がいいのかなって。そうですね、うん、もう一個プラスまとめるの楽です。そうそうそう。でも乾かす時間も、私中学校の頃そうですけども、髪の中学校って髪絶対結ばなきゃいけなかったんで、すごい量多いんですよ。で濡らさないとなんか結ぶの大変なんで、お風呂に入って濡れた髪をそのまま束ねて、で当時一回冬遅刻して、うん、あの髪の毛乾かさないでそのまま出たんですよ、うんうんうん、真冬に、うん、で凍っちゃいました凍るの。そう、凍っちゃって、うんうんうん、そっからもう恐怖で、もちゃんともう遅刻してもいいから乾かそうと思って。ああ、で凍ったらどうなんの。いや、もう硬いんですよ。その時ってこう結んでたんで、うんうん、で、普通になんか癖っていうかなんか触るじゃないですか、うんうん、んって思って、うんうん、普通にピーンってなってるんですよ。だから全部じゃないですよ、もちろんその一部のなんかこの毛束の一部がこうピーンってなってて、うんうん、凍ってるわみたいな。めっちゃ濡らしてったらじゃあすごいことなんじゃない。しかも北海道とかさ、北海道とかだって終わりますよね。だってあれじゃないですか、タオルとかよくやってるじゃないですか、振り回したらもうその場で凍るじゃないですかだからそういうことですよね。髪の毛多分濡れたまま、うん、あもうヘッドバンとかしたらもうピーンでしょ多分面白いじゃん、やってみてもう風邪ひきますよね、めっちゃ。なんだかんだでも10分本当だ。なんか告知、ツイッターとかの告知とかあれば。ツイッターとか、ツイッター今書くもんないんですけど、うん、今書く、いいですよ別に、大丈夫です夫まあ藤田エリナで多分字ちゃんと入れてもらえれば多分普通に出ます。あとはアットマーク大文字の E でエリナで、アンダーバー大文字の F で藤田、アンダーバーで出ます。ぜひお願いします。ブログもやってます。あ、ブログもやってんだね。ブログも普通に藤田エリナってあんま漢字が多分あれなんで、普通にストレートでは出ないんですけど、愛と、なしと、ナッパの名前入れてくれれば多分ブログも出るんで見てください。最近ツイッターとブログは何書いたの。何書いたかな、前回は、あでも多分月曜に更新してるという、週末とんかつを食べた話を多分。とんかつたまに食いたくなるよね。そうなんですよ、すごい。そう、とんかつが私結構定期的に食べたくなるんですよ。だって俺、あのなんかスーパーってさ、閉店間際って安くなるじゃん。あで、とんかつ弁当あったら絶対とんかつ弁当取るの。疲れてる時って揚げ物食べたいし、やっぱりとんかつが食べたくなるので、とんかつを食べた話を書きました。うまいよね、カツ丼もたまに食いたくなるわ。カツ丼はでも私結構なんかあんま好きだよね。しなしなじゃないですか。あまあね、でもそのしなしなと卵の具合が良くない。いやあんまりカツ丼は、だって私あれですもん、あのどん兵衛かな、カレー、カツカレーもダメなので。あ、カツカレーはそうですね、あんまり。いやその相性たるや半端なくね。え、だから私家でカツカレーとか普通にあるんですけど、うん、カツ別みたいな、つけて食べるのはあり、ただ衣がしなしなになっちゃうのが嫌だから。あ、許せない。なるほど。私もどん兵衛の、あ、天ぷらかき揚げるじゃないですか、後乗せだ。バリバリ食べます。いや食べます。あ、後乗せでもない。いや、俺そば天ぷらのあの衣の出汁が滴った感じも良くない。いや私は嫌ですね。いや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 、天丼はまあ OK ですよ、私の中で。割とそんなにサクサクを邪魔しないじゃないですか、そこまでは。違う違う、あの、そばのあれも絶対無理じゃん、コロッケそば。なんですか
コロッケそばこそうまいマジで。コロッケそばなんだ。コロッケそばをこやってみ、ああ無理かな。許せないんでしょ。でもでも別に食べますよ。別じゃないのよ。あの下して別に普通に食べれますか。あのそばにあのコロッケを浸してこう崩しながらそばの出汁とコロッケがあの下ってうまいのよ。まあ私別に全然食べなくないんですよ。好き嫌いそんなにないんで、レーズン以外のものは大体食べられるんで何でも食べますんで、まあ大丈夫ですよ。まあまあそう分かれるんだろうけどな、別皮で。あまあうまい、うまいよコロッケ。食の好みになんか変わってそうですよね。いや変わってはない、でもそういう食べ方あるじゃん。そうコロッケおそば、私今初めて知りましたけど。有名ですか？有名、有名だよ、有名だよ。そっか、立ち食いそばでやってる人やってるよ。コロッケそばの素晴らしさ、素晴らしい。だってコロッケ誰もいない。コロッケそばだって、例えばコロッケ半分にしたときそばの中でするじゃないですか。誰もいないって。いや食ってくれよ、こんな食わず嫌いだって。だってコロッケの中身になんかザラザラが出てきません？それがまたいいのよ。いや喉に、喉に絶対喉に突っかかりますもん。その、だからそれ、その溶けた汁もまた美味しいのよ。ちょっと衣が溶けた。じゃあ、そばか。え、ソースはかけないんですか？ソースはかけない。かけない、かけない。だって、だって、だって出汁が逆に死んじゃうじゃん。ソースかけちゃうと。なんかかけるのかな？変態だなって言われてる。あ、でも、いや、なんと、まあ予算。ポテト、あれだよ、フライドポテト、うん。ソフトクリームつけますよ、私。そっちの方が変態だよ。確かにそれはみんなに変って言われます。でも、あれ美味しいですよ、すごい。スイートポテトの味しますよ。スイートポテト、だから塩かかってない状態でしょ。かかってますよ。塩かかってない。マックとかで、だからマックとか行くじゃないですか、うん、ポテトとソフトクリーム頼んで、もう作れなかったです。いや、塩だけの美味しさもあるじゃん。そっちの方が変態だよ。だって、だって半分くらいしか、半分はポテトじゃん。普通に食べるっていうか、ケチャップとかで食べて、うん、半分はソフト。美味しいですよ。いや、うまい。チョコポテトか、チョコポテトとかある。あ、そうだね。まあその理論で言えば、ありっちゃありなんで、うん、甘いしょっぱい好き。いやそんなことない。これはでも友達にすっごい変って言われるけど、本当に美味しい。で友達もやってうまかったの。そう、おうまいじゃんこれみたいな。まああれだけど、なんか気分的に許せないと思います。美味しいって美味しいけど、なんかそういうことをすることがなんか私の中で許せないからなって言われますけど。じゃあそばコロッケも一緒なのかな、うん、そんな感じじゃない、許せないんじゃないみんな。そうだと思いますよ。コロッケそばっていうメニューがあるからなんか一緒ですって。え、でもポテトとソフトクリームはだって別ですよ。美味しいですもん。そばとコロッケだってうまいわ。そばとコロッケはなんか違う。そんなに言われると思わなかった。違う、絶対そばとコロッケと一緒ではないと思います。じゃあやってくれよって話だよ。じゃあ分かる、やります。やってダメなら文句言わない。じゃあ天ぷらはありじゃん。天ぷらは、え、じゃあ分かる、じゃあ次回までに食べてきます。え、別にお家でやっても平気ですか？お家でやっても平気です。オッケーです、やります。普通のそ、あれですね、かけそばにのっければいいですよね。そうそうそう、あ、で、だしとコロッケを一緒に、わかりました、わかりました。だしに浸して、じゃあ、わかりました。じゃあやりますね。一緒にそばをする。あー、きちゃうな、関係ないだけきちゃうな。もうやりますね、じゃあ料理配信でもやれば。料理します？しないですよね、料理しない、だから出来合いもしかで、インスタントラーメンとかする。あ、天ぷらは知る人、あ、天ぷらはそうだね、天ぷらはいいですね、こっち。天ぷら、うん、天ぷらだって、でも天丼より天つゆの方が好きだ。ライス別で天つゆにつけて大根おろして食べる、あ、うん、方が、うん、いいかなな感じでお送りしてきました。もう終わりですね。あっという間のお時間です。いや、なんか、うん、今日何の話したかなって感じだった。なんだかんだでいろいろ話した。なんだかんだ、はい。最後もなんか変態扱いされたけど。そうですね、最初お笑いの人で。すごい幅広い。そうですね、今日なんかいろいろありました、うん。そんな藤田さんと今日はお送りしました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。さようなら、また来週。